これ、座って。あ、そうです。今回、剣を辞めて、まあ、ブレイキングダウンに、ちょっとまあ、メンバーを出させてしまってるんで、まあ、出場させてもらおうかなというふうな意思を持ってきました。で、まあ、今、日本でね、一番見られてる格闘技コンテンツだと思うんですけど、なんていうんですかね、まあ、大したね、実力もなく、ただ、悪態をついて、まあ、その、生きてるだけで、まあ、それをまあ格闘技として見られたくないという気持ちも、僕はプロ格闘家として一応あって、だからまあ、ちょっと、まあ、僕も、まあ、本物のね、プロ格闘家としての試合をちょっと、日本の皆さんに見ていただければなと思って、はい、ここに来ました。で、ちょっと、ノッコン出たら言いたいことあるんやけど、俺のことボーボーにしたって言ってたっけ。うん。それ、ほんまに思ってる？思ってるよ。2分1ラウンドで、2ラウンド目俺がやろうって言ったら、逃げたじゃないですか。うん。今から無制限ラウンドやりますか。うん。今から無制限ラウンドやらへん。俺、天野さんと試合するなら。じゃあですね、人の名前で相撲取るのやめてもらっていいですか。お悪いな。気悪いんで。悪いな。全然、いつでもやりますよ。ん？全然いつでもやりますよ。いや、お前、天野さん終わった後やったら。また YouTube でやったら。そんな強肩ぐらいになったら別にいつでもやるよって。ノコさんやったらいいよ。うん。痛い。やったらいいよ。すごいじゃん、分からんの。うん、見てるやろ、さっきの。うん。1ラウンド終わりとかないっすよ。うん、いけるで。何がくたばるまで。日は痛いぞ。どっちかがくたばらない。うん。やりますか。日は。いや、もう俺、あっち本ちゃんやからよ。じゃあ、これ、ここまでちゃんと使ってくださいね。逃げましたからね。ここまでちゃんと使ってくださいね。じゃあ、防護モニターとかも2度と言うのよ。こういうことです。まあ、そんな感じでお願いします。じゃあ、2月。うん。何席開けたの？席開けんのいいよ。席開けんのいいよ。無理や。男下げちゃったの、うん、今。スポーツを100倍楽しむなら BBET。 対戦結果を予想して当てろ。 BBET ならスポーツベッティングでもっと熱くなれる。今なら新規登録するだけで無料でベットができる。ブレイキングダウンの他にも様々なスポーツを展開中。あなたは誰にベットする？信頼度、満足度、注目度ナンバーワンの BBET に今すぐ登録。